どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということですね、今回は JobTV さんとのタイアップ企画なんですけども、 JobTV を使って内定を取られた方のインタビュー動画となっております。今回出ていただく方の自己紹介簡単にお願いします。はい、青山学院大学コミュニティ人間科学部4年の友野さやかと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに友野さんは、はい、内定何個取られたんですか？合計で10個あります。おー、すごいですね。その内訳とかも聞いてもいいですか？はい、大手の不動産が1位と、はい、不動産のベンチャーが1つ、はい、コンサルのベンチャーが2つになります、はい、すごっ。なんか業界とか関係ないんですね。そうですね、一応一業界一社内定を目指して就活してました。一業者一社内定取ろうっていう形で就活進めたんですか、はい、途中から。そうですね、ずっとアナウンサー就活していて、はい、アナウンサーって職業以外で入りたいと思った会社がぶっちゃけなかったので、なんか働く人がいかに楽しいかどうかっていうのを聞きに行きたくて、うん、いろんな業界行ってました、はい、ちなみにその原動力はどこにあったんですか？はい、私大学野球の硬式野球部のキャスターやってるんですけど、もちろん試合で輝く姿もそうなんですけど、うん、もっと野球っていうシビアな世界で頑張る選手たちの力になりたいっていうのがやっぱ原動力であったり、それを最終的にやっぱアナウンサーになってネット甲子園で叶えたいっていうのがすごくあったので、うん、一言でまとめると野球愛が原動力です、はい、完成されてますね、なんかこの回答も。いやいや、絶対ベースさん言ってます言ってました言ってましたよね。はい、ごめんなさいね、はい、中学校高校生も結構頑張ってたんですか？もう部活にしか集中してなかったって感じです。何部だったんですか？中学はバレーボール部で、はい、高校はハンドボール部です。もうその時もアナウンサーになりたいって思ったんですか？そうですね、高校2年生の時にちょっとフィリピンに留学する機会があって、はい、すごいどんどん出てきますね。そうなんです、ちょっと難しいんですよ。全然大丈夫です、ね、教科書で見たストリートチーズの子供たちって二次情報じゃないですか、はい、だから自分が現地に見に行った時に、うん、やっぱ本当に同じ感情湧くのかなって、そういうメディアギャップを知りたくて行ったんですね、うんうんうん、そしたらやっぱり全く違うというか、うん、まあ、東京ディズニーランドに来た子供たちみたいな、はいはいはい、本当にニカーって笑う子たちがいて、はい、全然違うじゃんってところで、一次情報と二次情報の差を感じて、すごく自分の目で見に行く大切さを知ったのと、はい、なんか自分の経験したことがやっぱ言語化、日本語でも英語でもできなくて、うん、それがすごくもどかしくて、なんかもう一回自分がこの地にいた時は今度何か発信することができるように、ジャーナリストよりのアナウンサー志望が若干ありました、高校時代は。あ、じゃあもう感じたことをうまく話せるようになりたいみたいな気持ちが最初の発端だったんですね。そうですね、はい、できることは全部やってましたね。お、できること、例えばなんか全部やるってどんなことをやったんですか？身近なことなんですけど、やっぱ話すことを鍛えたいなって思って、はい、うん、オープンキャンパスとかでそれこそ司会とか学生がやるんですけど、うん、ありますよね、あれ、まあ、立候補してやりたい。へー、めっちゃスカッポツですね。そういう情報ってどこで得られるんですか？ちょっとこの話飛んじゃうんですけど、ライブ配信やったんですね、はい、なんかそこでまあ自分の夢をなんか堂々と話すっていうか、自信持って話すことができるようになってからは、はい、やっぱ周りの人が自然とこういう情報あるよとか、うん、セントフォースっていうのがあるよとか、はいはい、いろんな情報が集まってきたっていうのがありますね、まあ、2位の優勝者がフジテレビのアナウンサースクール無料みたいな時があったので、それをまあ狙ってやってはいましたね。お、はい、あれめっちゃ頑張らなきゃいけないですもんね。そうです、毎日2ヶ月間号泣配信してました。怖すぎて。何で泣いてたんですか？まあ、やっぱ順位がやっぱ上がらないっていうので悔しかったってのもあって。で、配信中に泣くんですか？そうですね、結構泣いてましたね。その時の映像とかってないですか？いっぱいあります。ちょっとじゃあ入れて差し込んでもいいですか？もちろんです。あ、で、それは大学2年生の時ですか？そうです、2年生の時に、まあ、アナウンサーと野球日本で頑張りたいと思って、はい、まあ、ビールの売り子を受かって、はい、プロ野球開幕が延長になって、まあ、結局できなかった。ああ、そうなんですね。で、アナウンサー研究会も大学にあるんですけど、はい、それも募集しなかった、はい、あ、チャンスなくなっちゃったなってところでオーディション受けたり、ダブルスクリーンしたりみたいなのやってました。あ、でもそこでなんか立ち止まらずに自分から探しに行ったってすごいですね。そうですね、うん、アナウンサー就活ってやっぱシビアじゃないですか、はい、そうですね。一回友達見せてもらったんですけど、はい、アナウンサーの履歴書って皆さん書いてる履歴書とちょっと違くて、写真とか貼るじゃないですか。 それを結構1年ぐらい頑張ってきたってことですもんね。そうですね、もう、まあ、パッと見た時に避けられないように、まあ、目が止まるように
あれもう魂込めて書きますもんね。そうです、あ、1文目です。1文目がちゃんと話のフックになって読みたいと思ってもらうかどうかってタイトル付けも頑張ってました。それ他の企業受かるねそんだけやってたら受かりますね。就職活動って受験と違って落ち続けるみたいな感じじゃないですか。それベッタルどうやって保ってました？私は常に自己評価100点でやってて、はい、そこで落とされても後悔ないかなと思ってやってましたけど、でも一番 ABC 落ちた時は人生でこれくらい泣くかってくらい泣きました。わー、はい、やっぱそうですよね。キー局受けて、準キー局受けて、はい、で最後のところ受かったじゃないですか、はい、でその時また就活しようってなったのはなんでですか？私のその就活の志がスポーツ現場でアナウンスやってたってこともあって、はい、インタビューしてるとなんかかっこいいところをもっと広めていきたいって思っていて、うん、なんかそれがじゃあサービスでもものでもいいよねってなんか考えるようになってきて、そしたらやっぱ一般就活も受けてみたいって思って、はい、進んでるところも若干あったので、はい、なんかそこも受けつつっていった感じですね。へー、あ、そうなんですね。そこの文脈でジョブ TV とかも使ってたっていうことですね。インターン前に使ってました、ね、あ、そうなんだ。アナウンサー就活は絶対 ES とセットで動画提出が求められるんですよ。前回とか本当にそれが撮ってるような動画なんですね。友野さんのちょっとあの自己 PR 動画ちょっと見てほしいです。皆さん、はい、どうぞ。青山学院大学友野さやかです。公式野球部専属キャスターをやっています。選手の打撃成績を打席に入るルーティン付きでまとめているんです。なぜこんなことをしているかというと、選手に取材をするときにこのモノマネを披露するんです。すると選手がニコッと笑ってくれて、その瞬間心の中でガッツポーズしています。どんな取材相手の懐にもスッと入り込みます。あの自己 PR 動画で気をつけたポイントとかってありますか？工夫したポイントとか、まあ、いっぱいあると思うんですけど、はい、なんかこれは本当にメラビアの法則でもそうなんですけど、メラビアの法則っていうのは、はい、話してる時の表情が第一印象 55%、はい、あと声が 33%、うん、じゃあほぼ全部ですね。そうですね、それを意識したのもそうですし、あとはまあ最初に結論を言って簡単な状況説明、はい、でちゃんとクライマックス作ってあげるみたいな。クライマックスなんですか？なんか言いたいこととかまとめとかちゃんと最後に構成見た時にバラバラになってないとかは、はい、一貫性があってちゃんと後半にクライマックスがある、はい、盛り上がりがあるみたいな、はい、例えばテレビ東京さんでやったやつの1分バージョンでやると、はい、例えば初めまして、友野さやかです。私珍しい場所で生まれ育ったんです。皆さん、五稜郭ってご存知ですか？多分北海道の函館イメージするかなと思うんですけれども、実は私の生まれた長野県佐久市にもあるんです。そんなお城の中の小学校で育ちました。そのため夏はサキイカでザリガニを釣ったり、冬はお堀でスケートをしたり、そんな自然を遊び尽くしてきました。だからこそ私バナナの人間なんです。テレビ東京さんなのでバナナ使って、人一倍バカなことをします。でもなるほど、それめっちゃ面白いと人が集まってきて泣き笑いしてきた人生です。このバナナの力、テレビ東京さんでも爆発させますみたいなことを1分、今1分です多分やってました。すごい魅力的ですね。いやなんか普通がいろいろあったんですけど、それなしでやったんですけど、それをあのいわゆるジョブ TV に上げてスカウトが来て、でそこの企業さんに結局行くことになった。そうですね、それこそ、まあ、全然志望外だったけど、まあ、一応お話聞いてみるかみたいなので、はい、その出会いましたね。もともと全く知らなくてそうですっていう感じだったんですね。でそこからどうして入社しようってなったんですか？スカウト文のところにやっぱ3秒で野球が好きなこと伝わってきましたとか、明るさとか、はい、動画を使ってやったことで、やってきたことよりもなんか自分の素の雰囲気とか、なんかそういうところを評価してくれたっていう推薦文がすごくいいなって単純に思ったので、はい、まあ、話聞いていこうと思って聞いていって、ちゃんと友野さんの内面というか自信を見てくれたっていうところがでかかったって感じね。なんかまさにその通りです。迷った？迷いました？迷いましたし、親も大反対でしたし、周りからは反対されて、はい、一番の決め、先ほど以外の要素とかってあったりしますか？はい、これはぶっちゃけなところであるんですけど、はい、大手の面接行った時に、はい、まあ、最終面接が、まあ、5、60代の男性の方が入った瞬間、はい、13人くらいいらっしゃって、はい、なんかこの会社10年経ってもなんか変わんないなって直感的に思ったに対して、スタートアップの社長さんやっぱ30代で若いんですけど、はい、やっぱ世代交代してて、はい、すごく距離感が近くて、すごく上からなんですけど、社長さんに対して投資したいって思ったのもあったし、なんか、めっちゃいいっすね。でもそれを
親に言ったやっぱ親も一回り年下の社長さんなので、はい、そこ言っても響かないので、はい、親はまあいろいろ心配してくれるんだけど、はい、それは結局まあ自分の幸せを思ってくれてることなので、うん、なんかまずはありがとうって言った上で、うん、これだけ譲れないっていうのはあって、うん、どんな会社も3年働かなきゃ分かんないからって言われて、はいはい、一応3年っていうことで許可を条件付きとかで、はい、いろいろやった上、本当に自分にとって大切なものを見つけたっていう感じなんですね。そうです、本当にそうです。就活塾がちょっと面白くて、スラムダンクみたいな組織で働きたいというのが私あったんですね。なんかすごいやっぱ洗練されてますね。なんか一個一個の何って聞きちゃいたくなりますもん。やっぱスラムダンクって桜木花道が3年間っていう短い期間で全国優勝つかんで、圧倒的な成長環境で、はい、それ成し遂げるためにはやっぱ土日も休日も朝も夜も練習するわけじゃないですか、うん、でもそれを会社でやるとブラック企業になっちゃうじゃないですか、はい、それくらいの気持ちで働きたいですっていうのが言ってて、はい、なんかすごく同じ価値観を持った人たちがやっぱいたっていうのと、まあそうですね、20代の成長スピードはやっぱここが合ってるなと感じました。いや確かにね。ただその就活していく中で多分出会う企業さんって100社くらいだと思うんですけど、はい、なんかこれ以上の人たちに会えるかなと思ったり、はい、なんか考えれば考えるほどなんかその人たちと働けなるの嫌だなと思ったり、はい、っていうところがやっぱ決め手ではありました、ね、へー。ちなみにジョブ TV を使って、まあ、内定を取られたってことなんですけど、うん、具体的に使う上でなんかこういう風に使ったらいいよみたいなアドバイス的なところとか実体験とかってありますか、うん、なんか声と表情は意識してほしいっていうのと、うんうん、私で言ったらそのライブ配信のネタを書いたので、はい、別になんか履歴書とかに書けないようなことをアピールできるよっていうのが一つありますね。一歩通行も含めてコミュニケーションする機会が多くなると思うんですが、その伝え方であったりとかのコツってありますか？そうですね、3つあって、はい、なんか1つ目は話すスピード、はい、私もすごく早口なんですけど、はい、だからこそ始めと終わりはとにかくゆっくり入ろうと思ってます、はい、で2つ目は友のさやかですとか語尾が上がってしまうことが多かったので、はい、友のさやかですとか下げるだけでやっぱかっこよく聞こえるので、うん、女子女同士は下げるっていうのを意識してました。へー、具体的でいいですね。あとは、はい、まあ、あのーとかえーが多かったり、うん、そういう癖があるのは直してましたね。ありがとうございます。ということで今就職活動頑張ってる就活生、やりたいこととかなりたい職種があってそれに落ちちゃった学生さんとかもいらっしゃると思うんですけど、そういった学生さんに最後にメッセージというか友野さんからいただいてもよろしいですか？これはすごく一郎さんの言葉で私も就活時代支えられた言葉なんですけど、はい、人間少しずつ前に進んでるって感覚がすごく重要っていう言葉があって、就活してるとなんか孤独に感じたりなんか自分だけ置いてけぼれになってるみたいな、うん、そういう感覚になってしまうことが多いと思うんですけど、失敗した経験も、まあ、手応えのあった経験もちゃんと自分の成長につながってて一歩ずつ前に進んでるので、時々なんか自分を褒めてあげてくださいって本当に思います。ありがとうございます。ということで今回友野さんが内定を取られた JobTV というサービスも下の概要欄に貼っているので、よかったら皆さん登録してみてください。ということで本日は貴重なお話いただいてありがとうございました。ありがとうございました。